えー、皆さんこんばんは、えー。あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。えー、時刻は日曜日の19時を回りました。主制クラブ、昼の沖縄会場を公認、えー、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントが今から始まります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお招きし、まあ、現在成功している方でも必ず、さまざまな困難があり、ターニングポイントがあります。 過去、現在、そして今後、どうやっていきたいのか、未来をですねお聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。MC はですね株式会社一歩前の伊達ちゃんです。皆さん、どうぞよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。あの途中の CM をですね、お聞きください。そして、なお協賛もですね、受け付けておりますので、ぜひですね、 あのー、まあ、このギノワンさんだけじゃなくて、私の YouTube とか、FM ギノワンさんの YouTube でも実際、あの、配信されますし、毎日1回、どこかで、御社の CM が実際流れることになりますので、まあ、何かしらね、あのー、何か PR でもそうでしょうし、そんなことにお使いいただければなと思っております。はい、この番組はギノワンヒルズ通りの FM ギノワンより、えっと、20時までお届けさせていただきます。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、 えっとですね、皆さん、今日も早速、のゲストをね、お待ちかねですので、えっ、ー、と、お呼びさせていただきたいなと思うんですけども、えー、今日のゲストですね、長浜千夏さんからご紹介いただきました、株式会社ゼルバの代表取締役、三田水翔さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ね、まだ実はズームでしかお会いさせていただいてないんですけども、<laughs> まあ、なんと経歴の面白いこと、 みたいな、面白いとか本当に失礼ですけど、<laughs> と思いましてですね、あの、なんか先ほどお話をお聞きしておりました。ありがとうございます。<laughs> えっと、まあ今、似た水、似た水、似た水ってどこの苗字なんだみたいな、なんですけど、もともとはどちらの方なんですか 僕自身は鎌倉神奈川県の鎌倉市出身なんですけども、名字のルーツはえっ、ー、と福岡とか大分とかあっちの方にあるっていうことでしたね。なる,なるほど、なるほど。あのですよね、僕も一人だけ似た水さんっていう女性の方があの熊本でいらっしゃって、はいで、なかなか似た水って、ねないなと思って、悪いことできないですね、これ、なかなか。エゴサーチじゃないですけど、名字検索しても全然出てこない、なん <laughs> とか名字ってあるんで。<laughs> <laughs> ああそっか。じゃあ、もう出てくるのは本当、多分、ごくわずかなんでしょうね、多分。そうですね。はい。なるほど、なるほど。さあ,さあ、まあ、ちょっと、似た道翔さんですけど、あの、まあ、生い立ちゆうぬんとかお聞きする前に、今、あの、どんなお仕事を実際してらっしゃるのかとかっていうのを、ちょっと、あの、似たさんからお聞きしたいなと思うんですけども、あの、はい、まあ、後ろにサッカーのね、あの、はい、ユニフォームも実際かかってますけど、お仕事にもどんなことをしてらっしゃるでしょうか はい。えっと、メインはですね、幼稚園から小学生、もしくは中学生も対象にサッカースクールをやっておりまして、<laughs> えー、ギノ乃湾と浦添、那覇、えー、ハエバル、沖縄市と展開しておりまして、うん、えっと、それ以外にはですね、サッカースクール以外には、えっ、ー、と、子育て講座をやって、やっておりましたけ、ね、ど、あとは、えー、企業さんの研修何か、何、なども、えー、やっております。 企業、はあ、さんの研修にはですよ、どんなことをお話しされたりするんですか、はい、そうですね、まあ、主にそのマインドセットの部分で、あの成長マインドセットっていうのがあるんですけど、いかにこう自分が可能性があるかとか、はい、才能に左右されずに成長することっていうのは、人はいくつになってもできるんだよっていう、このもうモチベーションアップに近いですね、っていうことであったり、またはコミュニケーションの一環として、まいろいろこう会社のイベントにちょっと。 お手伝いいいさせてたただりその今僕あのー、まあ一歩前のその教会日本一歩前協会で作っててあのー、僕まあ教育畑で一応今12年かなやってきてるんですけど採用と定着と教育と評価ってやっぱつながるじゃないですかで <laughs> つながってそこのところを全部変えていかなきゃいけないよねっていうようなところなんですけどあのー、ね二宮さんまだ42歳ですけど、はい、まあ50なんですよ僕も。 そうですね。いや、ありがとうございます。なんですけど、あの、企業研修を、あの、以前は、10年前は、8時間を4日間やっても全然元気だったんですけど、今もね、この前、あの、声出なくなれば、ぎっくり腰は、になるわで,で、研修とかでモチベーションで、わーとかって言ってるのに、皆さん、頑張りましょう。 そんなんやったらもう全然 <laughs> ダメなんで。<laughs> その協会の中で、あの何か企業さんからいただいたところで、お仕事こうやってお願いしていったりとかってすることもありますから、ちょっとぜひぜひいい意味で絡ませていただければない。<あ>ぜひぜひお願いします。はい、頑張ります。声が出るように声張ってあります。<laughs> <laughs> <laughs> はい。じゃあその、まあ、先に、えっ、ー、と、まあゼルバサッカースクールなんですけど、あのー、あれですね。モットーとされている、なんか5箇条 っていうのがあったり、はい、されるんですよね。そうですね。えっと僕が子供たちにまあ、伝えたいなと思っているのが、主体性を持って行動できる子であることと、主体性を持って行動する。だから、コミュニケーション能力を持っているっていう事。コミュニケーション能力。なるほど、はい。あとは成長意欲ですね。先ほど言いました。成長マインドセットっていうのをに成長。マインドセット成長意欲、うんはい。あとは健康。 まあ体のことだったり、やっぱサッカー、体動かすものなので、健康であること、心も体ですね、うんで。あとは運がいい子っていうことを、まあちょっとこれはセミナーでもお話してるんですけど、この5つを子供たちに伝えたいなと思ってます。これいいな、これいいですね、めちゃくちゃ。<笑><笑>いや、まあ、そこを持ってこそ幸せにな人生を送ってほしいっていうのがあるので、サッカー選手になりますとか、日本代表になります、それは素敵な目標だと思うんですけど、うん、人生を通した目標っていって、 まあどういう人間でありたいかみたいなところにつながっていくことが、うん、サッカーを通して少しでも伝えられたらいいなって思っているところです。なるほど。まあ、その、なんでそういうふうな思いになったのかっていうのはね、今からちょっと生い立ちからお聞きしていこうと思うんですけども、まあ、もう一個ですよね。はい、あのあ、まあ、お聞きしましょう。まずね、そうしましょう。えっ、ー、と、ということはですよ、あの、はい、日本代表にはなったっていうことですね。 違う。違うな,なすみ <laughs> ません <laughs>、はい。あの、なんか軽く、あの、はい、まあもちろんサッカーの経験が得られる、ね、ので、あのサッカースクールやってらっしゃると思うんですけども、あの、まあ、横浜で、あの神奈川でこう育たられて、鎌倉でね、育たられて、はい、どういうふうな生い立ちだったのかなっていうのをちょっとお聞きしてもいいですか。はい。えー、っと、そうですね。 僕はかな、かま鎌倉でまあ幼少期を過ごしまして、中学校までなんですけど、小学校の途中で、地元のサ、まあ、小学校1年生がサッカー始めまして、本当に4月2日生まれたので元気があり余って、周りにはもう迷惑なほど元気があってですね、迷惑をよくかけてたんですけど、ど <laughs> まあ暴れん坊というか、いじめっことというか、それに近いようなもので、かけていて、 本当にできない人の気持ちも分かんなかったですね、最初その3。3年生ぐらい前で,ですよ。小学校4月2日って、やっぱその生まれのあれがあ体の動き方とかそういうのがあって。でもそんな時期にマリノスの、まあ、横須賀の方にあるオッパーマっていうのがあるんですけど、そこに4年生の終わりに入ったときに、ちょっと怪我もしたりいろいろがあって、自分より上手い選手とかにいろいろ会っていくうちにこう、もう怪我もいろいろで心もすごいぐんと落ちる時期がああ、なるほど。小学生でそれを体験。 うん、3回ぐらい、3、4回大きな怪我もして、もう半年ぐらいサッカーできないとかもあったりして、うんうん、いろいろがもうメンタルもいろいろバランスがこうグラグラになった時期もあり、で、中学行っても今度逆に身長がちっちゃいままだったんですよ。全然背が伸びなくて、前から2番目とか。そうなんで、う、すかそうだったんですよ。うん、へえのもあって、全くこうもうサッカーやっても全然勝てない、今までの自分にありえないみたいな感じになっていて、うんうんうん で、サッカーやめるっていうのも一つの選択肢でも考えたりもしたんですね。で、また同級生に、あの、本当に日本代表で活躍してた選手がいて。そう、石川直弘っていう選手がいてですね。石川直弘、はい、今も、どこのチームでした ?FC 東京のクラブアンバサダーっていうのもやってまして、<ー>もう今も、はい。なる,なるほど、なるほど。いて、まあちょっとこれはかなわんぞと。 <laughs> いや、そうですよね。あの、これ、あの、僕言ってなかったんですけど、実は僕、山口で、野球少年なんですけど、野球部がなくて、小学校の時、サッカーやってたんですよ。<抜>で、山口の、山口四川罰って言って、はいまあ、各小学校から上手いやつが集まって、山口サッカースクールって言ってやってたんですけど、小学校の時は、んと学校ではよかったんですけど、四川抜に行くと、まあ、全然やっぱ上手いやつばっかりで、 あの、僕たちの二つ上が、あの、小学校の、あの、あれじゃないですか、南葛とか翼くんとか、三崎くんとかの、あれの、えー、っと、全国サッカー大会で準優勝したチーム。おすごい。二つ目ですね、でもめちゃくちゃ強かったんですよ。まあ、僕らダメだったんですけど。でも、だから、あの、全然レベルは違いますけど、ここで通用してたけど、他に行くと全然通用しないっていうか、 こいつらすげえなって思うタイミングがありますもんね。<laughs> 結構はっきちゃいました、僕は。なるほど。え、でもそれがでも小学校の時ですよね。学校、そうですね。あと中学校に入ってからもそれは引き続きありましたね。辛かったですね。なるほど。じゃあ、もう中学校の時点では、まあちょっと俺これプロになるのは無理かなとか、ですね。そんな感じ思われたりすることがあったり、な感じですか、うん、そうですね。 あとはその時にちょうどその2つの指導者に会いまして、2人の指導者ですねのタイプ、2つのタイプで、すごくこうけなすというか、もうだめ出しをずっとするコーチと、逆になんかこう支えてくれるようなコーチに会ってあ、うんあ、その人みたいになりたいなっていうのもあって、指導者を目指したいっていうのは、中学校の時に途中で芽生えてきた気もすあーなるほど。それはもう学校の先生とかじゃなくて、サッカーの指導者になりたいなそうですねはい、それ あのー、まあ、まあ、じゃあ、そうですね。なんでっていうのは、その、いろいろこう、サポートしてくれるコーチに、なんか、やっぱりじゃあ、えっ、ー、と、翔さんも救われたみたいな感じになったんですかはい、そうですね、はいあのーえ。中学校の時に、まあ、今なんか、中学校って言ったら、もう多分ね、30年弱ぐらい実際前なので、あれですけど、それこそメンタルやられて、鬱つとか、うんぬんとかにも実際、中学校の時になってた。 うちとかにはさすがにまあなんなかったですけどやっぱりいろいろこうまああの,その中学校の時期って悩むこと多いじゃないですか、うん、学校での自分の在り方とかサッカーでのとかっていうのがあって本当にまあなんかこう毎日何かしら悩んでたなっていうのを思いまし、うん、面白くないとかつまんない、うんね、だからといってグレる方向でもなかったんで、うん、根は真面目じゃ真面目だったんで割と <laughs>、ね、変にこうグレるのもどうかなみたいな <laughs> ああそうなまあでもグレるっていう時代でもなくなってますもんね あの、翔さんの時代で。僕らはもう、ビーバップど真ん中。はい、なので、もう単乱タンでしたから、僕らはあ。では、鎌倉もありましたよ。結構ひどいのが。神奈川だったら、とつかとか、もう僕らもうそのビーバップのそっちのイメージないので、<laughs> あれなんですけど。まあ、なるほど。そんな中学校を実際こう出られて、まあ出られてね。はい、で、そこから、 あのー、高校に行かれることになるんですけど、はい、高校は普通の神奈川県の高校に行かれたわけじゃないんでしょそうですね、えっ、ー、とこれは本当に恵まれてたんですけど、ドイツの日本人学校、ブレーメンにある日本人学校に、えー、留学するさせてもらえることになって、うんね。待て待て待て、ならない、ならない。普通、ならない。<laughs> 普通、ご縁があってとかならない、ならない。 行くことになったんですか、ね、えっ、ー、と、ちょっと去年他界したおばがいまして、おばがすごくこう、実業家としてもすごい方で、で、えー、あの、本当にその当時からもう日本の中に入れちゃダメよと、世界を見なさいとって言葉はずっと一生を持って、あの、言語を覚えることは一生の武器になるから、言語を早く覚えなさいって言って、うん、本当フランスとかにもよく仕事で行ってたりとか、あと、なんだっけあ、バッキンガム宮殿でした。はいはい。 デハイブしていたりしたおばなんですよ。意味わかんないじゃないですか <laughs> な。エリフェス女王になんか見立てをしたりしてたらしいです。ね、すごいね。えー、あの、なんか、あれですか。ワイドロップ系のお仕事なんですかその見立てのあの。ファッションとの関連ですごくあ<ー>。あと知識も豊富だったので、いろんなことに、本当にいろんなことをしたおばだったので。 いや、でも、いや、本当僕今ね、やったの、高校3年生はで、こう、英語のテスト0点取った僕が、後ろにありますけど、テッド登壇って言って、英語を勉強したんですけど、えっと、本当にその子供の頃から勉強してるっていうと、やっぱどんだけこう強いのかっていうことに実際なると思いますし、まあ、それでドイツにね、16歳で行かれるっていうのって、やっぱすごいこう経験だったと思うんですけど、うん、まあ、そのね、経験だったことであったりとか、まあ、そんなことを、 CM 挟んだ後にね中盤からお送りしたいなと思ってますので、はい、まずは一旦ねえっ、ー、ねこちらの方で前半を終わろうと思います、えー、まずは一旦たん板口さんありがとうございますありがとうございますはい CM に入りまーすなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方 北京都へぜひご相談くださいメメ痛いけど超くファミリーシーサーウエディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索 働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがに当たるなら、それぞれ アクティングコーポレートソング「スポットライト by バイローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウクワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは「泣き陣眠り草本舗」で検索はい じゃあ、えっ、ー、とですね、CM 皆さんお聞きいただきました。ありがとうございます。改めまして、えっ、ー、と、本日のゲストはですね、株式会社ゼルバの、えっ、ー、と、ニータミス翔さんでございます。ありがとうございます、ニタミスさん。ありがとうございます。ああ、よくわかんないドイツにね、突然ドイツに行くと <laughs> いうことになったんですけども、まあまあ、あの、ドイツに、まあね、いろんなおば様のね、えっ、ー、と、ご縁があったりだとかっていうことで、今のうちに勉強しなさい、みたいな感じでこう、ドイツに行かれたんですけど、まあ、なかなか、 とは言ったって、まあ、ドイツに一回行かないじゃないですか、普通の方は。あの、まあ、ドイツに行くようなきっかけ、おばさんのご縁、ご支援もあったと思いますけど、まあ、ドイツに行くことになった理由であったりとか、まあ、なんか、そんなことも合わせていただいたりとか、はい、あの、なんかそこのターニングポイントもあったんじゃないかなと思ったりするんですけど、はい、ま教えていただければと思います。はい。 ええと、まあ、もともとのきっかけは、そのサッカーのコーチを目指したいなっていうところで、うん、ドイツはサッカーの指導のライセンスとか制度ができているっていうのを聞いてですね、まあ、それが学ぶことができるのであれば、まあ、ちょっと年齢としては早いとは思ったんですけど、うんうん、興味あるなということと、あとは環境保護にもちょっと興味があったので、まあ、その二つはやっぱドイツ先進国ではあるので、まあ、そこに行ってみたいなっていうところから行きまして。え、ちょっと待ってください。それ16の時に、はい 環境保護っていうことも考えたんですかなんかそれは小学校の時のなんか自由研究なんかでその木を植える人とかそういうのを見た時になんか環境保護についてはなんか興味もあったんですよね。なんか砂漠化とか二酸化炭素とかね。なんかそういうのに。なぜか。<laughs> いや、あの、ごめんなさい。全然興味なかったです。<laughs> すごいな。いや、でもね、多分いろんな教えがあったりだとかね、ねまあで、実際ドイツに。 あ行かれたと、っていうことなんですけども、ドイツ、どうでした そうですね。まあ本当に、まあ環境保護とかいう意識をも,もあって、それを話すときりがなくなっちゃうんで、今日はサッカーにしようと思うんですけど、はい、あのサッカーに関してって言って、やっぱ本当にみんながそのサッカーに対して大人から子供まで、男性も女性も関係なく楽しんでいて、週末になるといろんな公園でみんながサッカーしてるんですね。年齢も関係なく。僕がすごく嬉しかったというか楽しかった思い出の一つに、 まあその日本だと高校サッカーで高校選手権を目指すとか全国大会を目指す弱いチームだとなんかもう趣味だろお前らみたいななんかちょっと分けられちゃうじゃないですかうん、うん、そういうのは関係なくやっぱ自分が楽しい好きでどのレベルでも上手くなりたいっていうの,の中でやってるのでみんながすごくこう前向きにサッカーをしていて自分を信じてるんですよねなんかいろんな意味で。うんうんうん で、かつ、僕なんかその日本人として行った時に行ってもすごく受け入れてくれて、言葉をすごく覚えるきっかけになったりもして、うんうん、あとはドイツ語を学ぶ学校にも行った時期がありまして、そこにはいろんな国のイタリアとかフィンランドとかアメリカとかインドとかパレスチナ、イスラエルの方もいたりして、そこでみんなが何するかって週末サッカーするんですよ。うん、なるほど。みんなでサッカーして仲良くなるんですよね。 うんうん、言葉できるできない関係でなんかその国のサッカー選手の名前言ったりとか、それがもうとっても楽しくて、なんかそのサッカーってこんなになんかいろんな人と人をつないだりとか、コミュニケーションのツールになるんだなっていうのがあって、なんかサッカー選手になるためにサッカーするんじゃなくて、サッカーを楽しんでサッカーの良さを伝えるためにコーチになりたいなっていうのが、すごくその時に芽生えた気持ちですね。ああ<ー>、はい、でも30年前、 あ,あ、違うか。27年前ぐらいですよね。そうですね。まあ、もうちょい、18、17ぐらいですかね。その時はさすがに。まあ、まあ、ちょっとですけどね。まあ、10代ですけどね。すごいなあいや。だから、その、えー、っと、まあ、言ったら小学生の頃じゃないかもしれませんけど、まあ、中学校の時には、まあ、将来、ね、こんな、例えばサッカーのコーチになりたいとか、指導者になりたいとかっていうふうに思われたわけなんですけど、で、向こうでドイツで、 ね、3年間ですか学ばれたのそうですね。ほぼ3年間ですね。はい。じゃあ、高校はずっとそのドイツでやられて、はいで、ずっとドイツにいらっしゃったんですかそうですね。まあ、最後の方、日本にもちろん帰ったりする時期もあったんですけど、はい。基本的にはドイツで、まあ、あとは、まあ、たまにね、旅行というか、なんか当たりしましたけど、<laughs> な,るどなるほど、なるほど。遠征でもあったりもしたんですけど、うん。では ドイツでまあ向こうでいろんなこう技術であったりとか、まあ、特にその30年弱ぐらい前の日本ってなんかそんなやっぱりまだサッカーも弱かったじゃないですか。そうです、ねね、J リーグが実際発足してすぐだと思いますしっていうふうなところだったのを思うんですけどそれからドイツで3年間勉強されてそっから日本に帰られたんですか そうですね。日本の大学に行きまして、その間に、その、うん、マリノスのアカデミーというか、小学校のサッカースクールのコーチ、アルバイトコーチをしてみないって話をいただいて、うん、そこからも大学の4年のうち3年間は、サッカーのコーチを、アルバイトでしたけど、スタートしたっていうところですね。ああ。だから、やっぱりその、でも、レアルとか、いや、ごめんなさい、マリノスか。マリノスとかって実際声かかるっていうのは、サッカーやってたのも実際あったと思いますけど、 やっぱその英語のことであったりとか、いろいろ教育だとかっていうこと、教え方っていう指導っていうことを、あの、ドイツの方に学びに行ったから、そんな声かかったって感じでもあるんですかそうですかね。なんか本当にまあ、最初は、あの、若くてサッカーのコーチしてみたいやつの中ので思い浮かんで、その当時のコーチが呼んでくれたのかなっていうのはあるんですけど。うん。はい、なるほど。そうですか。じゃあ、まあそこで、 あのー、ま、あ今、日本に帰って来られて、ね、19歳から、ま、あアルバイト実際こうやってされて、日本に帰って来られたんですけど、まあ、そこから、まあ、普通であればって言ったら申し訳ないですけど、ま、あどこかに会社就職したりとかされるんじゃないかなと思うんですけど、そこからはどうされたんですかそのまま、その後ですね、ちょっとメキシコに1年間サッカーコーチ留学っていう道が開けまして。<laughs> すごいな。はい。 それはなんか日本サッカー協会のプログラムができた年でして、日本人サッカー指導者を3名から4名をメキシコに送ると。まあ、それでたまたま推薦をまあマリノスのでしていただいて、それで、えー、受かって、1年間メキシコの2番目第2の年でやってるガーダラハラに来まして、午前中はスペイン語、午後はサッカーのコーチの勉強っていう生活を1年しましたね。メキシコ、うんと、いや、もちろんサッカーメキシコ強いですけど、 けどメキシコなんですかなんでメキシコだったんですかの国にもいろいろあったんですかうい,うあいえ、もうメキシコだけだったんですよ。僕もドイツにいるとき、メキシコなんて怖いから行きたくないと思ってたんですけど。でもなんかいろいろ調べていったら、やっぱその日本人の体験と近いとか、いろいろあって、メキシコってその、まあ、アメリカの下はすぐ下んですけど、いろんなその人種、あとは歴史的にも結構フランス、スペインとかアフリカ、いろんな根血がある。 歴史もすごい面白いんですけど、いろんな、あのー、人種もいて、なんかすごい多様な社会で、うん、ちょっと面白そうだなっていうのもあって行ったんですね。で、レベルもサッカーのレベルもすごい高いんですよね。国内リーグで充実していて、お金があるから、あのー、サッカーリーグにお金があるから、メキシコ人ってあんま海外に出ないみたいなのがあって、逆にレベル自体はすごい強い、高いんですよ。え、まあメキシコだって、確か、 え最高位が3位かなんかじゃなかったでしたっけいや、そこまで結局いっていオリンピックでは行ったんですけど、ワールドカップではそこまで行ってないんですよ。ただ、ちょくちょくブラジルに勝ったりしてます。そう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 。いや、なんか強いイメージは、あの、僕も小学校の時サッカーやってたので、だからワールドカップはもちろん見ますし、あの、日本代表のサッカーは絶対見るんですよ。やっぱ、やっぱワクワクします。あの、キャプツバの世代ですから。ね。もう本当頑張ってもらいたいみたいな。<laughs> そうそう。なるほど。え、で、メキシコか。すげね、えで、メキシコはいつ、1年間って言われましたね。1年間ですね。23から4になる年だったかな。ぐらいですね。確かに。はい。じゃあ、なんとなくだんだんその、えっ、ー、と、高校行ってから、まあ、ご自身、ご自身で指導者になりたいっていうふうなのに、ちょっとずつこれ近づいてきてるじゃないですか、なんか。はい。で、ね、近づいてきてて、メキシコ行きました。 サッカースクール向こうでもね、こう実際やりました。で、うん、じゃあ日本に帰ってきてあの、すぐこのゼルバを始められたんですかというわけではなくてですね、横浜にある戻ってきてからは、エスペランサっていうアルゼンチン代表の方がやってるサッカースクールがありまして、そこでコーチをまあ手伝ってほしいってことで、まあ、通訳兼コーチみたいなのをやって。あなるほど。<で>じゃあ、はい、こっちに帰ってきてもやっぱりサッカーの指導者としてお仕事をされて、はい、ごめんなさい。 で、その後3年、そこで3年、その後、えー、BSC ってバディースポーツクラブっていうところで3年間働いてですね。うんうん、で、その後レアルマドリードのサッカーアカデミーを日本に作るっていうことで、えー、スペイン語も喋れるっていうことで、まあ、現場統括コーチみたいな立場をもらって、で、横浜と千葉と東京と名古屋と、うん、えっと、石垣か、その当時は。 全体の統括みたいな形をやりました。なるほどあ。じゃあもう本当にずっとあれなんですね。はい、あの、どっかの会社さんに入ってうむんじゃなくて、はい、もうザ・サッカー指導者なかって、ねね。いや、でもあれじゃないですか。だって僕、まあ僕とかって世の中の人たちってみんな、ほとんどの人が、例えばサッカーやりたい、強くなりたい、うまくなりたい、日本代表になりたいって言って、まあ、それが例えば叶わなくて。 で、別のお仕事にこうやってして、ね、全然違う仕事していきますけど、結果ずっとサッカーに、なんか携わってらっしゃいますもんね。ですねあ。すごいな。え、そういうふうにこう今さっきレアルとか、レアルのサッカーのアカデミーとかなかなか出てこないですけど、なんかそんな感じで順当に行ってたように聞こえますけど、 そんな感じだったんですか、はい、なんか途中で分別があったりとか。全然もう何度もやめようかなと思うこともありましたし、はい、迷いもありましたし、やっぱその3年おきにこう自分がいろんな、約3年おきにとか、そんな長期で人、一と,と,ところに入れないっていうことにも葛藤もありましたし、うんえー、本当に自分の肌に合わないなっていう場所も中にはあって、本当に精神的に働きすぎて、<laughs> うんうん、ずい時はありましたね。 あもうメンタルやられちゃう感じ。メンタルやられてたと思います。今だ、その時はそういうふうには感じなかったですけど、今思うとあれはもうほぼうつ病の症状だったのか、なんか人数数えるのとかもなんかもうおぼろになっちゃってみたいな。うん、あれあ<ー>な,なんだこれみたいな。なるほど。いや、今、これ聞いてらっしゃる方の中には、ね、あのー、もちろんその、まあ、心の病って言ったらあれですけど、まあ、みんなうつになると思うんですよ。そうですよね。うん、そうで<や>すよす 僕 <laughs> もなろうと思ったら多分なれると思います。本当に。あの、ある、えっ、ー、と、うつを研究してらっしゃる教授が、あの、うつのことはいろいろ研究したけど、俺そもそもうつになってないと思って。で、その人がね。で、あの、うつになる方はこういうやり方をしたらうつになるんだって言って、一点を集中して、俺はもうダメだ、もう無理だってずっと一点集中すると、やっぱりうつになったんですって。でやっぱ誰でも実際うつになれるし、なれるしって言っておかしいですけど、 でそこからの実際回避が実際できるっていうことなんですけど、その鬱になった理由って、まあ今から考えると、って何なんですかまあこれは2つあると思うんですけど、やっぱ自分の,、まあその体育、体系というかスポーツ、日本のスポーツ社会あるあるなのが、全部自分、何かうまくいかないとお前のせいだというか、自分がいけないと。まあこれいいことでもあるじゃないですか。自分、向上するためなので、うん、自分にベクトルを 角に向けてしまって、自分がコントロールできないことも含めて、自分のせい、自分のせい、全部俺がってなって、結局自信、自己肯定感が下がっていったっていうのは、うん、で、それに輪をかけて、やっぱり周りの環境をお,お前が悪いからできないんだっていうのを、うん、で課題が非常に多い。 1人のマンパワーでこなせないぐらいの量総量の時にそれをできないのはお前の能力が足りないからだっていうのをガーって言われたりとかしていくと体力と思考がだんだん弱っていって心に来るのかなっていうのは思います、ね、なるほど。いやでもそうですよね。そのいや本当まあ特にだから今だいぶ教育ってやっぱ変わってきてるじゃないですか。はい、まずは一旦すいませんからやっぱ始まるじゃないですか日本って。 でもあの、だからすいませんって言っときゃいいやっていう人が実際増えてえ、すいません、いや、すいませんみたいな、いや、何に対してすいませんやねみたいなのもあったりとか、そしてね、輪をかけて、バーって周りの方から言われると、そんなになっちゃうと思うんですけど、とするんだったら、そんなことを、もうやっぱりいろいろね、今と考えたら鬱だったんじゃないかなって思われた、二田口さん、二田、えっ、ー、と、翔さんが、あの今、指導されてらっしゃる。 だったらどんなことを今、どんなことっていう言い方がいいんですかね、あのどういうふうなことをモットーに、先ほどの5つの5か条というのがこありましたけど、指導されるにあたり、気をつけていることとか、なんかすることって、どんなことがあら、うん、そうですねあの、一つそのきっかけみたいなのがあって、レアル・マドリードのコーチたちが来て研修をするんですよね。で僕たちはうん、うん 教わって、まあこういうふうなやり方がいいよみたいな感じで聞きながらやってみた結果、それを最初に言われてたのに間違っちゃったりするんですよ。ああや,ばいああやっちゃったみたいになると、全然気にすんな、気にすんなって言って、お前人間だろって失敗して当たり前なんだよ。失敗したんでしょだからじゃあ次気をつければいいじゃん。そんなもんでしょって機会じゃないんだよっていうのすぐみんな言うんですよ。いろんなコーチが来たときに。 その失敗を許容するマインドっていうのがある。日本は失敗しちゃダメじゃないですか。加点じゃなくて減点されていくから。彼らは加点してくれるんですよ。これ今日お前これ頑張ってたじゃん。こういうことやってたじゃん。前回できたらこれできてたじゃんっていう。そこがもう根本的に違う。うん思った時に、そうだよな。ドイツの時もそうだった。メキシコもそうだなって言って、みんなそうだったじゃんっていうのはすごい思い出したんですよ。なるほど。うん。うん、どうぞどうぞ。 なので、日本の中で、このお前これができない、あれができない、できないところ、できない探しすごいするじゃないですか。で、自分も結局振り返った時に反省回復しかしないんですよ。自己反省しかしないんですよね。じゃなくて、失敗って自分の成長の糧だっていうところがあったので、いや、それってどうするとできるかなって思った時に、どうしたいっていう自分の意思をまず、4つの D ってゼルバで言ってるんですど、どうしたいって自分の気持ちを、で、どうするっていう、じゃこれからの行動を考えさせて、うんうん そ,れはそしたら子供がいたらで大丈夫だよって背中を押して、で、できるって最後押して、背中を押し切ってできるっていう、なんかこう、勇気づけてやるっていう。いや、なんかもう、涙で、涙出るわ、これ。なんか <laughs> いや、わかります、わかります。僕もそういうふうな、まあ、逆にマイナスの教育をしてる時もやっぱりありましたし、今逆にその足らないものがこれだっていうことも実際思うし、やっぱでもそんな経験をしてらっしゃるから、今、 ね、お子さんたちに対してあの、そういうふうな指導をされてらっしゃるんじゃないかなと、こ実際こうやって思います。うん、いやー、すごい。もうちょっと時間足んない。なんですけど、あの、あれですよ、<laughs> 中盤、この辺でね、終わっていくんですけど、はい、まず、えーと、終わり、終わるじゃなくて、あの、まあ、一歩ソング。ね、ゲストの方に、あなたの一歩ソングをお聞きしてるんですけど、あの、何ですか、あの、翔さんの一歩ソング。僕は、えっ、ー、と、 サンボマスターのできっこないをやらなくちゃっていう歌です。できっこないをやらなくちゃ。なるほど。っていうのを、えっ、ー、とね、しさんの一歩ソン損を聞いていただいて、えっ、ー、と、皆さん、また後半に、えっ、ー、と、またお会いしましょう。はい、では、はい、どうぞ。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃです。<laughs> お願いします。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは、深層筋の強いこりが原因かもしれません。 北京道手裏移住治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。ムム、痛いけど超効く。ファミリーシーサーウェディングシーサー。新築、誕生日、退職のお祝いに。もらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。チュラミ水族館から車で1分。シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。 ママイマイシーサーで検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれません「ハートブリッジ桜井」です私は経営者向けに時間と成果最大化の支援を提供しています忙しさを手放して収入を維持したい方「ハートブリッジ桜井」にご相談ください「スポットライトが行動に当たるなら」 アクティングコーポレートソング「スポットライト」by ローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウクワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは「泣き陣眠り草本舗」で検索 はい、えー、皆さんお聴きいただきましたサンボマスターさんの来「できできこないをやらなくねちゃ」ね、噛み噛みですすいまけどこれは何であの一歩ソングなんですか翔さんそうですねまあ本当にサビの部分がすごく強いパワフルな言葉でまあ諦めないでどんな時もと君ならできるよどんなこともっていう ところがやっぱ本当にそれは僕も子どもたちに伝えたいし僕もそうだったので僕みたいにサッカーで全然補欠中学で補欠だったりとかプロになれない、うんえー、じゃあサッカーの指導を始めた時もじゃあ前なんかに押されてかわいそうだって言われたことも何回もあったりとか、うんうん、前なんかにサッカースクール絶対やめた方がいいよ向いてない無理だよってすごく言われたことたくさんあったんですけど今おかげさまでまあその今はねそれでずっと生活できてますし。うん なんかこういういろんなご縁をいただいて、僕自身は今幸せな成果毎日送らせていただいているので、だ本当にいろんなことにいろんな可能性があると思いますし、どこを見るかだと思うので、ぜひなんかこう、子どもたちが今うまくいってなくても、何かしらうまくいこう方法があるっていうのは感じてほしいなっていうのはあります。いやー、もう今日まさにね教、教育、県の教育の方とお話をしてきたんですよ。あのそういう話を実際してて。 まあ今後沖縄の、うん、こと教育やっぱこうやってやっていきたいよねって話をしてたところだったんで、まさにタイムリーで、あの、なので、なんかうまいこと本当になんかいろいろもっともっとお話を聞きたいなと思うんですけど、あの、まあ今サッカーね、ゼルバサッカースクール実際やっていらっしゃいますけど、なんでこれやるきっかけになったんですか、そもそも。 そうですね、あのー、ま、あこっちに沖縄に移住というか、レアル・マドリュードサッカースクールを沖縄に移して、まあ、2年ほど経ったときに、うん、えっと、まあ、自分でもやりたいので、自分でやりたいのはずっとどっか頭にあったんですなん、なんか10年以上前のノートに書いてたんですよね。名前は出ればっていうのを書いてたんですよ、ノートに。え素敵、すてはい。で、それで、まあ、タイミングがあったので、やろうと。 で最初は、まあ、まあ最初から結構口コミで1ヶ月間は無料でもう全部やってそっからいろんな人の協力を得てまあ少しずつ形になってきたってとこですかね。あじゃあ今言われたゼルバって名前は何でゼルでも、うん、んかどういう意味があったりとかするんですかあそうですドイツ語なんですよでドイツ語だと SELVABA かな。 なんですけど、BER。E R まあ、ちょっと違うんですよ。ちょっと文字って、あの日本語でも読めるんで、自分自身って意味だったり、サッカーの試合の中では、お前が行けみたい、勝負しろみたいな時に使うの、ね、分自分で行けっていうような時に使うんですよね。なので、まあ、自分で道を切り開くとか、チャレンジしていくとかっていうような意味を僕の中では意味付けしてやってます。なるほど。 一歩前と一緒ですね、逆に言うと,言うと。そうですね。本当そうだと思います。そのかっこいいバージョンですね。いや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 。<laughs> なるほど。で、そのサッカー実際ね、サッカースクールやられて、今、あの、五拠点で240名ぐらいって話はお聞きして、すごい大状態になってると思うんですけど、もう最初1ヶ月間無料で実際やられてますが、順調にずっと来られてらっしゃるんですか 一応生徒数的には今本当に重々来てはいるんですけど、うん、えっと、一回僕自分でも今サッカーやってまして、で人体切っちゃった時があって、<あ>車椅子になやったんですよ。で、まだその時僕一人でやってて、アルバイトもあんまりいない、アルバイトの子もちょっといるぐらいで、どうすんのこれなった時があったんですけど、だめじゃん。はい。<laughs> なったんですけど、車椅子で子供に後ろ押してもらってですよ。 で準備したり親御さんに一緒にゴールやるの手伝ってもらったりした中でも体験がその月に5人ぐらい来たんですよも、はい、ごめんなさいもうこれ入らないよなって思ってたんですけどみんな入ったんですよへ<ー>みんな入ってくれたんですよこれ絶対いけないと思って何 <laughs> でもいけるって言ったらあれですけどもうとにかくこう大事なのは動けることとか何かすることじゃなくて伝えることだってすごくこうパッションを伝えることなんてすごい思って そっちが大事なんて、なんかいいのか <laughs> と思ったんですよね。それが一でも、でもあれじゃないですか、そのね、エースを育てるっていうんじゃなくて、何を育てたいっていうご指導でしたっけそう,です、ね、うちはもう本当にエース、点が取れるとかドリブルが上手いとかじゃなくて、チームの柱なのでキャプテンになってほしいと思って、キャプテンを育てるスクールでありたいと思ってるんですね。でも本当 キャプテンを育てるっていうのは、まあ、キャプテンシーになるじゃないですか。ね、あの、さっき言われた五箇条の、まあ、主体性であったりとかコミュニケーションって、実際そんなことを実際学べば、サッカーじゃなかったとして、ね、実社会、いろんな普通にサラリーマンであったりとか起業したりだとかしても、まあ、それこそ、おばさんが言われた、もう日本じゃなくて世界に出ていきなさいよっていう子たちっていうことを作れるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、 やっぱそういうご意志のもとやってらっしゃる感じなんですかお仕事そうですね。なんかこう、エースを作るというか、エースを育てることって、ちょっとセンスとかも必要だったりとか、うん、エースでありながら、じゃあキャプテンであればすごくいいと思うんですけど、うん、なんかこう、結構今、親御さんがすごくこう子供に小さいと小学校の間ってすごく協力すればするほど結構うまくなったりとか、親がガーって言ったら短期的には伸びたりするんですけど、うん 大切なマインドってそこじゃないじゃないですか。で、親が言うがーって言ってやってる子って別にそれは周りに対してそれを本当に波及するかっていう逆の形で出ちゃうことも多かったりするので。うん、確かに。やっぱりその準備、片付けとか当たり前のことなんですけど仲間に信頼されるような、例えば声かけであったりとか、自分たちが今何するべきかっていうことを考えて行動できるようになったら、どのチームに行ってもやっぱりだんだん結構多かったんですよ。聞いたら。な何がですか何が に、今、うちのスクールに来てるけど、他の部活、自分の部活に戻った時に、キャプテンであるとか、エースだって、アイエースごめんなさい、キャプテンだったら、副キャプテンやってる子が、すごく多くて、そんな上手くなったりしても、やっぱりチームの中で信頼されてたりするんですよね。だから、ああ、って言って。なんか、これいですね。そのゼルバのそのブランド、僕あの、ちょっとわから、わかりませんけど、ゼルバに入ると、あの、他のところでも、まあ、キャプテンになれる、リーダーになれるっていう、 なんかリーダーシップ要請みたいな感じの求めてなんか親御さんがセルバーに入って、入らせてるっていうふななんかそんな感じも思ったりもするんですけど、そういう話もされたりされるんですか、はい そうですねあの何よりそのコロナの時期にコロナでグラウンドが使えなかった時にうん、うん、僕毎日ズームしてたんですよ。うん、であの子供たちの,その生活習慣が乱れちゃうっていうのもあったので朝と夜にストレッチとかそのエクササイズをオンラインでする時間とあとは夕方にはこのサッカー好きの時間に座学をしていてサッカーの戦術の話もそうなんですけどそのマインドセットとかメンタルトレーニングをやっていて結構その時の話が響いてる子たちは本当に変わっていって。うん うん、なので、あとはまあ、スクールの時に答えを教えるというよりも、今どうしたらいいとか、どうしたらいいとか、今、今じゃあ、この紅白戦勝つにはどうしたらいいか話そうっていうのを結構頻繁にやってるので、そうすると子供たちがいろんなアイディアが出てくるんですね。なので、それをじゃあやってみようとか、あんま教えすぎない。ヒントはもちろん出しますけど、うん、だったらどうしたらいいと思うとか、 何ができるとかっていうのをできるだけ質問で聞いてるので、うん、そうすると言語化できて再現性できてで人に伝えられるようにだんだんなってくるみたいなうんいや面白い面白い <laughs> いやあのー、僕あの7つの習慣のボードゲームをやってるって申し訳ないんですけど、はい、実は子供用に7つの秘宝っていうのもあるんですよはいあのー、まあ7人の、まあ、敵がいてそいつをやっつけるとダイヤが、まあ、カードですけどがもらえるみたいな で、そんなことだとかっていうことで、もう、まあ、七つの習慣主体性うんぬんとかっていうのあるんですけど、多分、子供たちが、あの、ゼルバの子供たちがやると、めちゃくちゃ面白くなるような気しますし、なんか、なんかその僕が教えてるうんぬんだとかっていうことを、実際、あの、リアルでね、あの、体現で実際やってらっしゃるんじゃな、とかっていうふうに思いながら、お聞きして、いや、すげえなーすげえ面白い <laughs> <laughs> すげえ ありがとうございます。そうですか。あのー、まあね、早いもので、そろそろなんですけども、<laughs> あのいや、なんですよ、実は。なんですけど、ちょっと2つお聞きしたいなと思ってまして、はい、まあ、1つは、今後ね、まあ、今、翔さんがどうしていきたいのかと、まあ、何を大事に思ってて、どういうふうにこのサッカースクールであったりとかってしていきたい。 と思ってらっしゃるのかということを、うん、今後の展望っていうのをお聞きできればなっていうふうに思うのが一つ目です。あお聞きお聞かせいただけますか。はいと。まだこうやって,こうやってあのいろいろ取り上げていっていただきますか、ね。言いますか、このラジオとかでお話しさせていただいて、僕も今、大人のつながりの中でこう話をする機会が多いんですけど、やっぱもっともっと発信して、いろんな方にこうしたいっていう気持ちだったり、こうする大人がこう振る舞うっていうこととか、大人の姿勢っていうのは、僕はすごく子供に影響があると思うので。 もう沖縄ってこういろんなワーストがあるじゃないですかそのせいでこうなんかこうブロックというか沖縄だったらこうなんだよみたいな話はたまに聞くんですよ、うん、子供からも聞くんですよね、うん、沖縄だから無理だよみたいなのを聞くので、うん、そういったものを一つ一つ外していくには僕もしますけどやっぱ周りの大人の力が非常に必要なのでそういったことに共感していただける方を僕も発信して一緒に考えて行動できるようにしてその中でゼルバっていうものがサッカーを通してサッカー以上のものを伝えられる 存在になっていきたいと思いますし、それをサッカー以外のスポーツでも伝えられるようにしていきたいなって思ってます。すごい。いや、まあ、本当、僕は企業研修10年やってて、まさに昨日でっかい沖縄の企業さんに対してその話してきました <laughs>。やっぱり子供もそうだし、大人もそうだし、沖縄だからこそできることってやっぱりあるそうですよね。うん、で、沖縄だからできないじゃなくて。 あのー、それこそ児童率が沖縄は一番ね、高いと思うんですよ、全国で。でもちろんその子供も減少しているところありますけど、全国平均で比べるとまだまだ子供が大きいし、若者が多いっていうことは、あ大きして多いしね。 ただ、もっともっと逆に子どもたちが成長していくと、沖縄の未来っていうか、沖縄から逆にね、発信していくこともできるなって、こう実際思うので、でいやー面白い、いもうぜい。ぜひ、いろいろ絡まさせていただきたいなと思います。ぜひよろしくお願いします、はい。で、そしてこの一歩ラジオなんですけど、まあ、一歩前に踏み出したけど、うんとか、踏み出せないなっていうような人たちに対して、何かしら、翔さんからのアドバイスをいただくとするんだったら、どんなことをいただけるかなと思うんですけども。 いや僕もいつも一歩を踏み出せてなくて、あ遅いなって自分に言い聞かせてる、遅いから何とかしなきゃっていうことが多いので、そんなおこがましいんですけど、そういう時に周りの人に言われるのは、いいからやれ、早くやれっていうのを <laughs>、とにかくいいからやれ、<laughs> さっさとやれって言われるんです。できてなくてもやれと。やったら後からできてくるっていうのを言われるので <laughs>、あの、完成してからスタートするんじゃなくて、スタートさせながら完成させろっていうのをよく言われるので <laughs>、それは <laughs>。 僕もやんなきゃなって思います。いやー、なるほど。いや、あのー、本当、僕もそうですもん。もう本当、本当。あの、孫、はい、さんは、えっと、40%できたら行こうっていうふうに言いますもんね、社長、ねうん。って言いますし、まあ、僕も実際、失敗してることなんかも山ほど実際ありますけど、けどやっぱりなんか、今回、テッド、2回目のテッド登壇は、実はテッド向こうに行ったら、インドに行ったら、大洪水で延期になるみたいな。 <laughs> だから、2回目の登壇はできてないんですよ、実は。えー、そうそう。でもなんか、まあ、それによって、インドが、なんか、なかなか行かないし、まあ、インドに1回行ったから、あもう逆に世界どこでも行けるわっていうふうに、やっぱり思ってるのも、やっぱりありますから、まあ、何かしら、あの、一歩前もそうですけど、まあ、えー、ズルバもそうですけど、まあ、前に進んでいってね、その先を、ね、ちょっと不安だったり、怖かったりすると思いますけど、絶対その先に関しては何か、 見えますから。はい、まあそんなことを、まあ、僕も頑張っていきましょう、一緒にね、あの、沖縄じゃなくてもう日本をこうやって変えていけるようなことが実際できたらなと思っております。 さあ、似た水さん、ありがとうございます。いろいろ。いはい、いや、早いわ。<laughs> <laughs> はい、えー。なんですけど、残念ながらね、そろそろ、えー、とお別れの時間に、えー、となってきました。えっ、ー、と、今日ね、えー、ご紹介いただいたのは長浜千奈さんからご紹介いただきまして、株式会社ゼルバ、えー、とゼルバサッカースクールのタミ水翔さんをね、えーと、ゲストとしてお迎えさせていただきました。 えまたですね、えー、とお会いさせていただきたいなと思いますし、あのー、YouTube とかでも実際拝見することできます。で、そしてまた、このゲストでご覧いただいた、お越しいただいた方、なんかまたグループ作って、なんかそんなね、えー、と経営者以上の方ばかりにな,なりますから、まあ、またなんかビジネスであったりとか、教育とか、そんなこともうまいことこらぼれたらなと思っております。S nice. <S はい、ということで、あのー、ありがとうございました、本当に、めちゃくちゃ楽しかった。 はい、ということでまたこれからもどうぞぜひ一回飲みましょうよろしくお願いします。<laughs> ぜひぜひぜひよろしくお願いします。はいじゃあ皆さんどうも今日も、えー、とご視聴いただきましてありがとうございました。ではたありがとうございました。